久保さん、しつこいですね。<laughs> しつこいな <laughs> しつこいなみんなの銀行やりたくなったじゃないですかねえちょっと僕はあのやるべきことあるのであのやるべきこともやってみんなの銀行もや,やっときますよ、はい、ちょっと今移動中ですしねっていう言い訳ですけどいやー みんなね、やらない理由をつけるわけですよ。うん。ね、あとでやってこうかな、みたいなね。まあ僕もそうですけど。今ね、あの、もうちょっと疲れまして、久保さん、疲れました。<laughs> っていう言い訳ですよね。そう。みんなこんなこと言いたいわけですよ。でもね、あの、大事なことは、しつこく、う、えー、しつこく言われる、言われたらできるっていうね。 だ僕もあのね、あのー、正直販売プロモーションあるんであのみんなの銀行はね、まあ、久保さんが頑張ってもらえばいいんじゃないかなと思ってましたけど、まあ、しつこいのでねあのやるしかないなみたいなね <laughs> やっぱねしつこく言うっていうのが大事なんですよこの前ね、あのーまあ、昨日か昨日ですね昨日対談取ってきてあのーまあ、黒子さんっていう人がいて で黒子さんっていう人がね鷲津さんっていう人にねしつこく「いやブックメーカーこれ勝てるんですよと」と何度も何度もしつこく言って「じゃあやってみようか」となってで結局今に至るんですけどだから人はね一回じゃ動かないってことですもう一度言ますね人は一回じゃ動かないとだから僕と久保さんは人を動かせる側なんですよだから ここれからもししつこくやりましょううっていうのをね、死ぬまで言い続けます。死ぬまで。死ぬまで言いますよ。やれと。そう。やれと。今すぐね、あの発信を始めろと。しつこくね。うん。だからその一回じゃ覚えられないし、一回じゃ動かないんですよ、ね。僕も久保さんからね、また久保さんなんか新しいの見つけたんだなっていうふうに思ってましたけど、やっぱりね、洗脳されてくるわけですよ。 みみんんななのの銀銀行、みんなの銀行っていうね <laughs>。呪文かとみんなの銀行呪文だなみたいなそうだしつこく言われてもできないんだったらそれはもうダメですねそうしつこく言われてもねだってしつこく見てるわけじゃないですかそもそも論としてね, <laughs> ねサブちゃんに来ても久保哲郎を見るみたいなね, <laughs> ね サブチャンに来ても久保テズの動画見るし、つこく見てんだったら、あの、やりましょう、そろそろ。うん、僕もやりますよ。ちょっとあの、落ち着いたらやります。まだ期間限,限定とかないですよね。この2日で終了とかあんのかな。まあちょっとこの2日で終了になったら、ちょっとあれですけど。<laughs> まあこの、落ち着いたらやりますんで、やったらまた動画撮りますし。まぁ、あ、万千していきますよ、みんなの銀行。 感じですかね、まあとりあえず動画編集ねもうちょっと疲れましたねちょっとやってたんですけどしんどい <laughs> <laughs> もうやることありますから僕が。やることやりましょう、はい、やることないんだったらみんなの銀行やりましょうねはいいってらっしゃい